一番星になる虹の夢アイカツ始めます。というわけで次回のキラキラするのがお仕事ですがスペシャル特番 S4 のキラキラしながら体験です。これは例えば一日警察署長さんとか一日パティシエさんとかいろいろなお仕事を私たち S4 の4人がそれぞれ体験してみようという企画ですわ。でも誰が何にチャレンジするかは私たちも教えてもらってないんです。テレビの前のみんなと同じキズたちも今からすっごくドキワクしてるんだな。ええ、私もとてもドキワクしています。光はもっと遠い空、願いは負けたりしない、本気の君を待ってる。見るもの全てが世界を変えていく、流れる体験しました。どんな一日体験になるのでしょう。海の家の店長にプールの監視員なんだか夏を先取りしたお仕事ばかり。梅雨が過ぎればすぐサマー。ゆずは子供の頃から夏が大好きなんだぞ。そうでしたね。他人事じゃないぞリリエンヌ。だって今年もいつもの高原で療養しなきゃでしょ。夏は大好きだけど、リリエンヌと一緒にいられなくなるのはつまんないぞ。いいえ、今年はこの四つ星学園で過ごします。あ、でもスタープレミアムレアコーデを授かった今、私にはどんな困難をも乗り越えられる気がするのです。リリエンヌ、それを証明するためにも私は一つのイベントにチャレンジすることとしました。発射！ゴシックビクトリアが日頃の感謝の気持ちを込めて抽選で選ばれた皆様をファン感謝ツアーにご招待いたします。行き先は鈴風高原。しかもツアーガイドはなんとあの白金リリーでしょう。え？リリエンヌがツアーガイド？はい、目的地の鈴風高原ではステージも披露させていただきます。鈴風高原、リリエンヌが毎年夏に療養している。はい、あの高原のあたりには風光明媚な名所がたくさんありますから。ご依頼を受けた時はこのような大役私に務まるとは思えずお断りしようかとも考えました。しかしこのイベントを乗り越えることができればこの夏はユズと一緒です。応援してくれますかユズ。リリエンヌならきっとやり遂げられるに決まってるぞ。はい、この企画面白いじゃない。お手伝いさせてもらわなきゃ。リリー先輩に本返しできるチャンスだね。うん。
お引き受けしたからには予習をしておかないと。なるほど、高原に向かう途中のあの美しい湖はもともとは火山の火口だったのですね。それから爽やかな風が抜ける谷は氷河が削った跡。高原近くの地層から恐竜の化石が発見されたことがあるのですね。オロスコピオサウルス、どんな恐竜でしょう。大地をかっ歩した竜脚類、ひょっとしたら恐ろしい肉食竜かも。それでは本日のツアーのスペシャルガイドにご登場いただきましょう。今日は皆さんにご満足いただけるよう、この白金リリー、心を込めてご案内役務めさせていただきます。では鈴風高原へ向かいましょう。はい。おうち、参加者が揃っていない。どうしましょう。この後の電車ではステージの開演時間が。あの、だからといってステージの開始時間を遅らせるとその後のツアースケジュールが。参加者には遅刻厳禁と伝えてあります。仕方ありません。残念ですが。待ってください。その方もきっとこのツアーを楽しみにしてくださっているはずです。なんとかしてあげることは。リリー先輩。アコ、どうしてこんなところに。アコの方こそ何その格好。番組の企画で一日駅長することになりましたな。一日駅長は危険ですから駆け込み乗車はおやめくださいですわ。それは困りましたわね。なんとか待って差し上げたくて。でも高原への直通列車の出発までもう時間が。いらっしゃいました。ワクワクしすぎてなかなか眠れなくって寝坊しちゃってごめんなさい。待てませんの。定時運行厳守が我が鉄道会社のモットーですから。こうなってはツアーは中止にするしか。皆さん楽しみにしてくださったのに。あ、カタ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 、ピンポン。私の脳内データベースによりますと、次の各駅停車に乗って5つ目の駅で下車、別路線から急行に乗り換えて8つ目の駅で降りれば直通列車に追いつきますわ。頭の中に時刻表が。さすが S4。一日駅長ですもの。当然ですわ。それぞれの列車に皆さんの席を用意していただけませんこと。本物の駅長さん。は、直ちに。ありがとうございます。ハラショー。私たちも同行して収録を続けますの。まあ確かに面白い番組になりそうですわね。では皆さん、これよりお待ちかねの昼食タイムといたしましょう。駅弁を忘れた。忘れた。スタッフさんが出発間際のドタバタで乗せ忘れてしまったみたいで。仕方ないでしょう。皆さんには私から説明して。待ってください。列車で食べる駅弁は格別なもの。何とかしてあげることは。温かいコーヒーに冷たい飲み物はいかがですか。まひるさん、リリー先輩。そうですか、マヒルさんの一日体験は車内販売員。ちょうどよかった。だったらお弁当たくさんあるんでしょ。あ、それが。わぁ、S4 のマヒルちゃんがお弁当屋さんだ。クワトロビジオムライス弁当3つください。こっちはずっしり濃厚デミグラスハンバーグ御膳10個。あ、はい、ただいま。なのでもう飲み物くらいしか残ってなくて。すみません。いいえ、マヒルさんのせいではありません。
ですが。これからお弁当を用意できませんか？マヒルちゃん、余分に作っておいた分がまだあるそうよ。本当ですか？いただきます。ただいま架線に障害が発生し、列車が運行できない状況となっております。列車が動かないのでは、リリー先輩のツアーもさすがに中止するしか。お、あれ見て。お、リリーヌ、リリーヌ、ユウス、今行くぞ。上空にまでビビビッと伝わってきただけのことはあるピンチだぞ。ですが、いくらユズ先輩でも電気の来なくなった列車を動かすことは。高原に行く方法は列車だけじゃないんだぞ。一日チーフパーサーのご命令とあらば、ヘリコプターの5機や10機高原へ一飛びで。今度は急に嵐。ユス、天気予報は。ラジャー。続いて一日お天気キャスターの虹のゆめが鈴風高原上空のお天気をお伝えします。ゆめさん、今現在大変激しい嵐が吹き荒れていますが、しばらくすると天気は嘘のように回復するでしょう。この嵐がそんなに簡単に晴れるはずはありません。引き返しましょう。それじゃリリー先輩のツアーはここで終わってしまうことに。チーフパーサー、リリエンヌ、ユメさんを信じます。ラジャですわ。鈴風高原はすぐ真下のはずなのに、どうしてどこにもステージの明かりが見えませんの？大変です。付近一帯が広範囲にわたって停電でしょう。だから列車が動かなくなって。これでは高原についても照明を使うことができないでしょう。マンジキュース、リリー先輩。あ、リリアヌ、ツアーを成し遂げて一緒に夏を過ごしたかった。リリエンヌ、正義の戦隊ヒ
父さんの自慢のお菓子。さすがはゆめのパパのお菓子。ゆめさん、それじゃ停電を元通りにしてくれる？オロスコピオザウルス。これでステージをやり遂げられるのですね。あ、リリー先輩。リリアヌ、よかった。予習のために随分と遅くまで起きていたものですから、やっぱりステージは。え、そういえばどうして停電は治っていないのにこんなに明るいのでしょう。ラジオで呼びかけたら、S4 やローラやリリー先輩のファンの皆さんが集まってくれたんです。こんなに大勢。眩しいくらいですね。そしてとても暖かい。歌ってくれる？リリエンヌ。もちろんです。私にできるお返しはそれしかありませんから。感謝の場を与えてくれた全ての人たちのため、白金リリー、このひとときに魂を込めて。
翼を持ったスタープレミアムレアコーデ。何度見ても本当に素晴らしいわ。ゴシックビクトリアの素晴らしさをもっともっと大勢の人たちに伝えるために。すごいな。星の翼をゲットしても立ち止まるどころかどんどんスピードアップしていきますね。うん、今年の夏のツンドラの歌姫はとっても熱いぞ。ボンブヤージソレと海とが重なるそのブルー切り開いて風切ってトランクいっぱいに夢詰め込んだなら道なき道へボンボヤ希望を刺すコンパス360度くるくる全ての手にしても、さらに上を目指すリリー先輩を見習わなくちゃ。うん、私も絶対に星の翼を手に入れたい。私はエルザのためにあるんだ。なんか王子様みたい。でも自分のアイカツはどうでもいいの？次回アイカツスターズ星に願いを。